と構造的には、実はすごい、脳というのは、構造からして、とてつもない力でどこがいいよねっていう感じで、時間を行き来できる。っていうような、私たちのその三次元世界から考える。そういう形で自分が弱い弱いっていうところにスポット当てるんじゃなくて、今元気なところにスポット当てる。あの人が消えてゆく星の向こうに、唇強く噛みしめる。ひそやかな心の中を知らずに泣いていた。すれ違う二つの道を歩んでゆくのさ。皆さん、こんにちは。散歩メディカルの畑武則です。今日は思考を使って免疫力を高めるという話をしていきたいと思います。今日は、医学的なお話だけではなくて、脳科学であったり、量子力学であったりとか、また精神的なお話も含めてお話をしていきたいと思います。実はですね、スイスのある研究チームで脳を研究しているチームがあるんですけども、その脳の構造を調べていくと、ピンとこないかもしれませんけども、実はその構造的には11次元ぐらいの構造を持ってるんじゃないかというような研究データが、研究された方たちがいます。で、脳というのはね、大体約860億個ぐらいの神経細胞。だからもうとてつもない数なんで、我々は全然想像つかないぐらいの数なんですけども、まあそのね、神経細胞がこう組み合わさってるこの立体中の構造という部分が、僕たちは3次元ぐらいまでしか解釈できませんけども、4次元、5次元、6次元じゃなくて、11次元ぐらいの構造。で、実際そういう本とか見たんですけども、正直何書いてるかわからないぐらい、ものすごい、世界のお話なんですけども、まあ、構造的には、実はすごい、脳っていうのは、構造からして、とてつもない力っていう部分を発揮できるんじゃないかなっていうような部分で、まあ、研究発表されたチームがあったりするんですけども、映画とかで、あれなんていう映画やったかな、ちょっと題名しかわからないんですけども、ちょっと宣伝でやってたんですけど、何次元かの男がこう現れて、空間ねじ曲げたりであったりとか、まあもう本当に僕たちの想像を絶するような、こととかをしていくんですけども、わかりやすくその次元っていう部分をまずちょっとお話ししてみますと、0次元が点っていう部分で表されるんですね。この点っていう意味がわからない。僕、昔お話し会とかで、その点なんですよって言っても、意味がわからないって言ってたんですけども、まあ、0次元の世界で生きてると、点の中で生活するわけですから、身動きがやっぱできない。動くことが、その点から動くことができない。で、そんな感じですね。で、1次元っていう部分、0次元が点であったら、1次元は、0次元が、点の世界ですので、1次元っていう部分は線の世界。だから線の中では動くことはできるけども、横に動いたりとか、上に動いたりっていうのはちょっとできない。で、2次元の世界っていう部分は平面の世界ですから、テレビの中では動けるけども、テレビの外に出てくることはできない。で、3次元っていう部分は、高さと、前後ろで高さ。と、あとは奥行きですね。立体的な構造。私たちが住んでる3次元っていうのは立体的な想像なんですけども、で4次元っていう部分は、今の、現代的な部分で、今の、私たちの地球で言われている4次元っていう部分は、時間軸を足したら4次元になるよねっていう。
で、その時間軸っていうのは僕実際何なんですかって大学の教授にちょっと確認したんですけども、で、4次元っていう部分は時間軸だから、わかりやすく言うと、で、例を挙げてもらったのが、例えば私たちが金庫の中に、閉じ込められたと。金庫の中ですから、上に行っても閉まってるし、前、後ろ、横行っても閉まってる。けども、時間軸を操作できると、何分後かに、僕たちは出れるよねっていうふうに、時間を決めたら、その時間になったら出れるであったりとか、もしくは、閉じ込められた部分がお昼の12時だったとしたら、お昼の前の1時間前の、昼前の11時には閉じ込められてなかったわけなので、だお昼の11時に、お昼前の11時に戻ったらいいよねっていう感じで、時間を行き来できるっていうような、ね、私たちのその3次元世界から考えると1次元上に上がるだけですごい想像もつかない、そんなことできるのっていうことができるって。ただ私たちの持ってる脳っていう部分は、能力的な部分の話じゃなくて構造的なお話だったんですけども、11次元の構造を持ってるっていうところから、まあ、推測するとかなりの力を秘めた能力を持っているんだなということが、まあ、示唆されるって、ね、まあ、考えられるということですね。ですので、私たちの持っている、考えることができる脳っていう部分は11次元の構造を持ってるから、ああしようかな、こうしようかな、あこうなったらあかんの違うか、こうなったらうまくいくん違うか、いろんな、もう無限大の思考という部分ができるっていう部分はやっぱこの構造のおかげなんですね。で、医学的な部分で言うと、私たちも学校で、僕学校2回出てるんですけども、やっぱり習うっていう部分は、脳の構造で、どこに血管が走ってて、で、ここら辺の脳っていう部分は先人たちの研究の結果で、あ、ここら辺を刺激すると手が動くよね。で、ここら辺っていう部分は雨に関わってるんじゃないかな、であったりとか。で、まあ、細かな見て、あと電気信号を送ってどこが反応するかとか、目を使ってる時にはどこが発火して、まあ、どこに血流が多く流れてるかであったりとか、見たままの解剖学的な部分とか生理学的な部分は分かってるんですけども、実際、脳の神秘的な解明されてない 90% 以上解明されていない、分野っていう部分はまだちょっと、研究段階ではあったりするんですね。で、まあ、医学的な部分は、まあ、日進月歩で進んでることは進んでるんですけども、やっぱり科学の研究者っていう部分はどうなってるんだっていうのを徹底的にやっぱ調べていきたい。で、やっぱそれだけ調べていけるだけのやっぱ頭の学力という部分を持っていますので、まあ、脳科学であったり、量子力学っていう部分の、研究者たちは、実際脳っていう部分で、想像した部分っていうのが現実化って起こるんじゃないかっていうような部分の研究もされてるんですね。ですので、まあ、脳の構造的な研究をされてる方、まあ、医学的な部分ももちろんありますし、量子力学とか脳科学とか、脳を最先端でこう研究していってるようなとか、意識を研究していってるような人たちが、まあ、推奨してる部分を組み合わせると、やっぱり僕たちが脳で考えてることっていうのが現実化で起こるんじゃないかっていうようなお話になってるんですね。ですので免疫力を高めるときに、病気のことを意識してしまうと、やっぱり体っていうのは意識が病気のことを意識してるんで、病気に今度なりやすくなったりとか、逆に健康な人っていうのは逆に病気なんて全然意識してませんから、まあ、朝から食べて飲んで食って遊んで、で、不摂生してても病気になるっていう認識がなかったりするので、まあ、過度な部分によると、周りからね、やっぱりそうやって病気になるんじゃないのって言われて、そこから意識しだしたりするので、まあ、病気になったりするケースもあったりしますけども、まあ、研究者たちの、研究段階の部分もあったりしますけども、やっぱり意識っていう部分は、やっぱり現実化を起こしていく。っていう部分ですので、免疫力を高めたいっていう方は、まず一つは、ああ、私はすごい健康なんだって、ああ、ありがたいな、であったりとか、本当に、自分は親にすごい健康な体で産んでもらえた、ありがたい。で、もしくは体がちょっと病弱だったとしてもね、例えば、
先天性で生まれながら、手がどうしても欠損している方であったりとか、足が欠損している方であったりとか、ちょっと目が見えないであったり、お話ができないとか、ちょっと体に不自由を期待している人を見たときに、かわいそうと思うではなくて、あ、自分ってすごい恵まれてるんだなって、で体は弱いって言ったとしても十分歩けるし、十分っていう意識であったり、歩けてる部分に対して、体が弱いからたくさん歩けないじゃなくて、ちょっとの距離歩けるんだったら歩けるに意識してみたりとか、でまた、周りで風邪ひいてる自分が病弱だったとしても、周りが風邪ひいた時に自分が風邪ひいてなかった時とか、そういう時にはあ、かわいそうだなじゃなくて、自分は風邪ひいてないなって、あ、健康な体なんだって、健康を意識するであったりとか、そういう形で自分が弱い弱いっていうところにスポットを当てるんじゃなくて、今元気なところにスポットを当てるであったりすると、体っていう部分は健康に進んでいくのかなと。だから免疫力っていう部分は、病原体を意識するっていう部分も重要重要だと思うんです。ですけども、過度に心配っていうリスク管理っていう部分は大切かもしれませんけど、過度な心配っていう部分は逆に免疫力を落としてたりしますので、ですので自分が恵まれた体でありがたいなであったりとか、もし今、風邪をひいていない、何らかに感染してないっていう状況であれば、しっかりそこに関して、自分は今すごい健康だな、健康だ健康だっていう部分にスポットを当ててみるのも一つの手だと思います。ただ、例えば季節性のね、インフルエンザであったりとか、風邪であったりとか、肺炎であったりとか、いろいろ、流行ってる流行のものがあったりしますので、今、お医者さんたちが言われてるように、マスクをしたりとか、手洗いうがいであったりとか、お医者さんの中でも免疫力を上げるためには体温を上げていきましょうって言ってくれてるお医者さんもいますので、手洗い、マスク、うがい、これは、感染が、自分についている菌を付着するっていう、付着してて体に入ってくる部分を極力制限する、予防、リスク回避ですね。あとは自分の体、そもそもそれが弱かったらやっぱりなってしまったりしますので、普段から、体温を上げておく、これは医学的な、医師の研究の結果で、今、私たちの科学力ではこれをしてたらまずは、未然に防げるものもあるっていう部分での、研究の成果もありますので、まずは今推奨されている部分をしっかりしていくっていう部分と、あとは研究段階ではあったりしますけども、意識というものを使って免疫力をしっかり高めていくっていう部分も、一つの免疫力を高めていく方法ですので、思考を使って、健康にしていく方法っていうのはまだすごいたくさんありますので、随時またこういうのを配信していきたいなと思います。はい、では今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。いつもの君がいた、あの日の夢の続きを一人で信じてた。あの人が消えてゆく空の向こうに、一筋残る爪の跡。散歩メディカルの畑武則です。免疫力を高め、皆様の健康をサポートする配信を行いたいと思います。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。